えー、臨時国会が終わりまして、いよいよ年末モードになってきました。えー、自民党に入って1ヶ月と少しが経過をいたしまして、少しずつ、私なりにですね、 様子が分かってきたかなというふうにも思ってますまずあの一つ大きいのは安全保障の政策が実にまリアルに議論されているということですねもちろん民主党も政権を取っていましたので安全保障に詳しい議員がいたんですがどうしてもですね党内で議論するとイデオロギーの争いのような形になっていたところがあるんですね自民党はそこは具体的にどう防衛力を整備をしていくのかさらには台湾有事にどう向き合っていくのか そういう議論が専門的な議員の中で戦わされているというのが非常に印象的でしたまあ、いよいよ新しい年がやってまいりますそしてその年はですね国家としての安全保障戦略防衛対抗中期防衛力整備計画という3つの文書の改定が行われますようやく自民党の中での立場をいただきましたのでねその責任をしっかり全うしていきたいというふうに思ってます